はい、皆様こんばんは、今日のパート2です。今日も4本やります。パート4までやります。やって収録してアップして、アップしてる間は時間かかりますんで勉強してますが、ちょうどいいんだよね。今撮って、3時間ぐらい4本上げようと思うとかかるんだよ、アップするのに。このネット環境めちゃめちゃ遅いんだよね。もうここなんとかしてほしい、頼むジェイコムって感じですね。でそう、あと3本、これ含めて3本やります。で勉強またします。ちゃんかがさんです。大前さんこんばんは。服装の話になってしまうんですが、カナダグースのベストとてもあったかそうですね。ちょうど買おうかと迷っておりましたっていう。ちゃんかがさんはさ、北海道なんでベストよりもちゃんとしたコート系のやつを買った方がいいと思うよ。のがいいね。まあ、これ昨日のやつまた違うんだけども、フリースタイルっていうベストでね、このアームホールが結構大きくて、こういったパーカーとかの上から着てもこの辺があまり窮屈じゃないというね、なかなか僕らのこのエリアでは使い勝手がいいベストではあるんだけど、ただこれ外では今日寒いわ。ちゃんとしたコート着ないとダメだわ。カナダグースのね、このファー毛がついてんじゃない、フードのとこ。あれ何の毛か知ってる？キツネじゃないよ、コヨーテの毛なんだよ。はい、まだ僕は今年は一度もカナダグースの、ジャケットは着ておりませんがね、コートは着ておりませんが、一つは持っていかないといけないだろうな、キャンプにはというふうに思っております。チャッカーさん、ぜひお買い求めください。今カナダグースも高いよね、なんかちょっとこう人気が出るとしれっと値段上がってるよね、いろんなものがね。はい、さて、今日のパート2でございますが、ジェンナリーノさん、大前さん、いつも配信ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。当時の鈴木一郎君は自信に満ちていたんですね。自信があったんだよね、若い時から。甲子園の愛知県予選でも6割を超える打率を残すピッチャーでしたね。7割じゃない、7割以上打ってたと思うよ。すごいんだよね、もう7割打てるんだよ。センター前ヒットだったらいつでも打てますというふうに話してくれましたからね。それがビッグマウスじゃないというところが彼のすごいところではありましたね。ビボーロさんは待っていました、一度寝た。グリーンスタジアムのスタンドはいつもイチローを見ていました。何がすごいって、これはもう私がごちゃごちゃ言うことではございません。ただただ最高でしたという。もうそうなんだよね、プレーだけじゃなくてね、もちろんプレーもそうなんだよ。で野球の試合を見てなくても、一君イチロー君のイチローさんのなんかこう一挙手一投足を追いかけてるだけでも面白かった。例えばピッチャー交代、でピッチャー投球練習してる時って外野手って結構暇じゃん。でその時にイチロー選手と田口選手がレフトで、イチロー選手がライトで、その両翼で遠投のキャッチボールをするんだ。これすごい距離なんだよ。100メーターぐらいあるところを普通にキャッチボールする。それもちゃんと、構えたところにパスと入る。2人ともすごい肩してるし、それだけ見ててもプロっていう感じがしたね。だから、本当にプレーで打つ、プレーで取る、投げるんじゃなくて、全然プレーとは関係ないところでもお客さんを楽しませてくれていたのがイチロー選手だったような気がしますね。本当そのライトスタンドからその背中51番を見てるだけでも僕は楽しかったと思います。そういうことですね。総牛さんは、大前さんしか知らないイチロー選手の談話ありがとうございます。まだまだあるけどやっぱりすごいですね。もう少し古巣も相手してもらいたいとこですなっていう、何よりも、学生さんというところがイチロー選手っぽくていいですが、最近高校生をね教えてますからね。今年も行ってましたね。去年は智弁和歌山に行って、今年は國學院久我山にも行ってたし、あと千葉の学校にも行ってましたよね。
そうだな、すごいね。でもあの一郎くんが来てくれるだけでも嬉しいでしょうね。すごいなと思います。坂井戸さんは、僕はブルーウェーブ時代のイチロー選手のプレーを大阪ドームのライトスタンドから見ていました。ライトのイチロー選手からホームやサードへ放たれるボールは美しさすら感じていましたね。そうですね、まあ、本当そうだわ。で当時小学校低学年だった僕は同じライトのポジションについていたタフィーローズ選手にローズも一度くらい肩強かったらなぁとぼやきましたが、周りの大人たちにはわがまま言うたらあかんと叱られましたということ。まあローズ選手は後にねオリックスにも来てくれて大活躍してくださいましたけども、ローズはローズの凄さがあったし、すごいなというところですね。谷健さんは一郎さんとそんな裏話があったんですね。まだまだありますけどもね、ビッグマウスではないのがすごいということですね。はい、本当そうなんだよね。それがすごいなというところですね。さて、そのまああのいつだったかな、僕いつだったかな、オリックスバファローズになって、まだ間もない頃かな、だと思うんですけども、イチロー選手がなんかキャンプに宮古島のキャンプに来てくれたことあるよね、確かね。あの時田口さんもお見えになったのかな、あのなんかそんな時ありましたね。メジャーリーガーになった彼が2月 の, あの、キャンプに行くまでの間、アリゾナのキャンプに行くまでの間の少し、宮古島キャンプにちらっと顔を、見せてくれたことがありましたね、確かね。確か僕はその彼が大阪に帰る便と、あの時はね、宮古島と関空かなんかの直行便があったと思うのに、伊丹便だったのかな、あの直行便があってね、同じ便だったと思う。一番前の席の、彼は 1A に座っていて、僕は同じ一つ後ろの反対側の窓際に座っていたことがありましたね。そっか、ね、宮崎にも来てくれたらいいのになと思うんだけどもね。その宮崎キャンプについて、ヤマッチョさんです。希望は捨てていません。大前さんには叶いませんが、宮崎に行かないと新年が迎えられない気がするんですわ。なるほど、キャンプの頑張りを見て応援する選手を決めたりしていましたから。なるほど、マスコミ用と全然態度が違う選手は応援しません。そんな選手おりましたか、誰教えて、そっとそっと教えてください。マスコミ用、テレビカメラが回ってる時と全然態度が違う選手がいるんですね。誰だろうな、誰やろう。オリックス割と少ないと思うんだけどな、いるかな。まあでもね、声をかけてくださるのはありがたいんだけども、彼らもメニューメニューで動いてるんで、いちいち皆さんのその声かけに対応できないっていうことはあるよ。一人に対応したらみんな来るじゃん。そうすると時間かかって次の練習に行けないっていうのがあるんで、そこは心を鬼にして聞こえないふりをして通り過ぎている人もいるかもしれないよ。それは分かってあげてください。彼は勤務中ですから。そうでしょ、皆さんも仕事中になんかこう全然知らない人から全然関係ないことで声かけられたらどうする？嫌でしょ。それと一緒なの。彼らはもちろんプロ野球選手人気商売ではあるんだけども、キャンプといえども、あの移動してる間も勤務中で、次の仕事場所にメイングラウンドから、室内に移動する、あれも仕事中の移動なのよ、ね、でそれを特に急いでて早く来いとかで言われてる時に、なんかこう声かけられて相手できないことってあるじゃん。そこはまあちょっと皆さんも考えてあげてね。それをなんか、ちょっとなんか不愛想だったとかって思われるとかわいそうな気がする。あえて僕は、そこはちょっとね、彼らの側に立ってものを言いますけども、その辺はちょっと弁解させてあげて欲しいなというふうに思いますけども。でも誰、マスコミ用と全然態度が違う選手って興味あるなあるな、教えてくださいね。で、まあ、応援する選手を決めてくださいね。まあでもね、本当そう、皆さんがそうやってね見に来てくだ
去る、そんなあのキャンプになればいいなと思っていますが、広瀬聡さんは、球場観戦のルールは去年の続きをすればいいと思います。まあ、あの距離を取って声を出さないということね、のんびりとゆったりと観戦するのはショーに合っていますというね、それは広瀬さんの側の、意見であって、経営者サイドからするとゆったり観戦されていつまでたってもゆったり観戦されていては商売上がったりというやつですから、まあそれがショーに合うか合わないかは別として、その時のベストな対応をするということが、運営側の考えでございますんでね、場合によっては、場合になることもあるんで、それがショーに合ってるか合っていないかはまた別問題でございますんで、その辺はご容赦願えればと思っております。ガラガラのスタンドが皆さんにとってはいいのかもしれないけど、球団からすればたまったもんじゃないよ、3年もそんなことが続くと、ということです。というわけで、まあね、あのキャンプが本当普通に始まればいいな、でもちょっと今日はちょっと僕は山町さんに教えてほしい、本当に、誰それ、マスコミの対応、テレビに映る姿と、それ以外のところで態度が違う人、教えてほしいな。よろしくお願いします。